そういうやつ多いよね。多いよね。なんかその音楽やってますアカウント。そう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 。クソのクソみたいなアカウント。俺あんなん来たら一瞬でブロックするから。キリキリちょもちょも。キリちょもちょも。今日はいい日だね。サナちゃん見てるくるぶしです。ジョナタンです。長いわ。うちのワンコが、ひょどってるわ。遠吠え初めて聞いたじゃん。はい、ということで、くるちょもチャンネルやってまいりましたけれども。はい、今日もね、ブッシー宅からお送りしてますけれどもね。はい、今日はですね、くるちょもツイッターでも触れたことなんですけど、くるちょもツイッターさっさとフォローせえよ、お前ら。ほんとだよ、バカだろ、お前。84人で止まってんだよ。お互いのフォロワー数考えたら少なすぎるやん。ごめんね。交換日記で、ちょもちゃんが言ってくれたんですけど、うん、新しい曲を作ってますと、言いました、うん。まだ実はできてなくて、うん、悩んでるんです、かなり。曲っていつもどうやって作ってるんですか？俺はね、でも基本、うん、メロディー先行。メロディーだけ先作って、あとテーマを決めるみたいな。うん。歌詞とかも完全に後。はー、うん。あれだね、もう、プロっぽいね。はい、ということで、歌詞は今適当にバーッと書いただけなんで、出来上がりは違うとは思うんですけど、僕が作ったサビをこんな感じだよっていう3パターン。それを聞いて、これがいいんじゃないみたいな。あ、みんなでね。みんなで、うん。好き嫌いもあるやろうしね。そう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 。うん、もうコメント欄で言い合おうぜ。そうそう。なんかミュージシャンっぽいね、それじゃね。じゃあ、1パターン目いきますね。気づけば君のこといつでも探している長くて暗い夜を飛び越えて繊細な君だから僕だけが守りたい声が枯れても名前を呼ぶよテキストリーストリンかい今チョモちゃんが言ってくれた通りですね、 MV の第2弾は、デキストリンという歌。最近デキストリン案件が多すぎるから。本当だよ、なんか出会いたくもないのに出会ってるから。そうそうね。そうそうそう、ね、はい、デキストリンが3パターンできたってわけですね。そうなんです。これチョモちゃんも後で叩くんでね、叩くイメージとかもちょっとか考えてもらってね。わかった。じゃあ、2パターン目ですね、いきます。ひらひらと舞い降りてしとしとと溶けてゆく君がくれた思い出つないでまた君に会いに行くデキストリー愛しくてエキストリンかい2回目はい、これがちょっと和メロっぽい感じ、桜のこう鼻の中でこういう感じでちょっと MV 撮りたいなってデキストリンって調べたら食物繊維なんですよ。なんでおしっこの元に食物繊維入ってる。本当だよ。じゃあこちらが最後のパターン、3パターン目を、歌いたいなと思います。まあこんな感じの、3曲、一応サビが3つ、並んでおります。いやー素晴らしいね。未来予想図みたいな感じでワンツースリーって作ったらいいんじゃない。あーなるほどね。これ試しにさ、デキストリンをハモることできるやつだね。テキストリー、テキストリー、テ
思い出せばなんだっけ。気づけば君、あ、じゃあその君がくれたのは呆れもない愛なんだ。なるほど、これでいいんじゃない。チャレンなんないよバニーボーイ。いや、一応審査してもらおう。一応ね。うん、そう、好き嫌いあるし。うん、そうですね。あのね、その2曲目、キンキキズっぽいしね。ああ、まあまあね。1曲目はもうただただいい曲やしね。最後的、最後的にそれに締めるってね。そうね、恐ろしいあれやけど。はい、ということで今日は。はい、新曲の元ネタをですね、聴いてもらいましたね。はい。皆さんの力で、うん、皆さんと一緒にですね、作っていきましょう。はい。セカンド。セカンド MV を作りますね。もうガチガチと作るから。いい感じの、うん、いいやつを作りますね。よろしくお願いいたします。今日は、デキストリン。今日はデキストリン。どうぞ。今日は、くるちゃんが作っている新曲の元ネタ3パターンをみんなに聴いてもらおうのコーナーでした。ありがとうございました。バイバーイ。右乳だけ揉まして、左乳も揉まして。ボツになった2曲も、一応俺らの曲なんで、パクんないでください。